ブエノセーラ、ローマのココです。夜のサンタンジェロ城お散歩に来てます。ここからの眺めすごい綺麗。向こうにサンピエトロ大聖堂のクーポラが見えて、こっちにはサンタンジェロ城で、川にサンタンジェロ城が反射してるのも綺麗だね。うー、すごい勢い出してきた向こうには最高裁判所が見えます。フェイクスの目が光ってる。エイリアンみたい。噴水綺麗だね。ここはね、美術館の一角で噴水になってます。スペイン広場の方に向かってます。右はね、フェンディ、あの右側ね、ここはフェラーリのお店、お洋服なんか売ってるお店。エンディです。What do you think of this big dog? There's another one. ジャック、新しいレストラン、あとカフェとかバールみたいだけど、ができましたね。ここにはね、ルイ・ヴィトンがあるの。それで向こうに行くと、私たちのお気に入りのカフェがあります。サンローランまだありました。そしてこっちがルブタン。ここはさ、革製品とか文具なんか売ってるんだけど、おしゃれなのよ。色使いがね、すごくいいの。え、もうしまい。ほら、もっと飲んで。ワーター、カメン。さ、テラスになってて、こんなところに住んでみたいな。別のアングルから撮ってます。ラボーナ広場にやってきました。カフェだけど、以前ここのカフェにね、朝に来た様子をご紹介しましたが、夜はね、ムードがあるでしょう。
ベッドに入ろうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。